肉うどんです。はい。エビに、サマジに、マグロに、イカ。うわー、めっちゃ分厚いね。めっちゃ美味しそう。はい、皆さんこんにちは、ぶどうちゃんです。本日はインスタアンケートで人気の高かったお店に行こうのコーナー。インスタアンケートで聞きました、 JR 通り駅すぐの手打ちうどん浜崎さんを姫路おすすめうどん5000に入れてもいいのかというアンケートをインスタストーリーでしたところ、773名の方が答えていただきました。はいと答えてくれた方は698名。 90%の方が姫路おすすめうどん店に浜崎さんを入れてもいいよという答えが出ました。ということで本日はこの動画でも皆さんに紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。えいえいぽー。ということでやってきました、浜崎。私は JR 東堀駅からすぐのこちらが手打ちうどん浜崎さんです。地元の大人気店浜崎さんにやってきました。うわー、久しぶりに来た、楽しみ。それでは行ってみます。え、なんかおるの？何おるの？金魚。いや、濃いやな、これ。すごい。あ、ありがとうございます。いつもなんかブログ見てくださってると声かけていただきました。いや、嬉しいね。うん。天猿うどん、鍋焼きうどん、かしわうどん、肉うどん、天ぷらうどん、きつね、天丼、他人丼、親子丼。あ、作ってある。手打ち、手打ちなのかな。うわ、すごいな。これが人気の鉄火巻き、トロ鉄火とかね、この辺が人気だそうです。うわ、楽しみやな。石が。はい、お店の方に聞いたところ、お寿司がトロテッカがすごい人気出てるそうですね。そしてうどんはどれも全般的に人気だそうです。うわ、久しぶりに来たけど変わってない。嬉しい、あのお茶が出てきましたね。嬉しいね。通り駅はね、すぐ裏です。いやえー、今回は特別ね、わさびありとなしに分けてくれました。肉うどんです。はい。エビに、サマジに、マグロに、イカ。うわー、めっちゃ分厚いね。めっちゃ美味しそう。これがこの店人気のトロテッカです。いただきます。何これ、何入ったの？ん、揚げ。何個？2個。うわ、すっごいな。まず何からいくの？うどん。はい。うわー、めっちゃ美味しそうだ。うん、細いうどんみたいな。細い、細麺。うん、あっさりかな。うわー、美味しそう。あっけ、めちゃくちゃでかいやん。うわ、すげえ。うわすっごい。美味しい。まずね、それ。ネギ。はい、ネギ入れるわ。美味しそうやな。それは何？大根。あー、すごい。うまそう。あ、わさび入れない。何から食べるの？うどん。はい、うどん。何それ？ちょっとそのまま食べるの？なんか苦い。ちょっと苦い。そのままいける。いただきます。はい、見てください、肉うどん770円。うわ、体脂肪が気になるのでネギから食べます。これがでも野菜とは言えるのかな。まあ、いただきます。うん、うん、おだしめっちゃ美味しい。はい、じゃあ肉いきます。いや、めっちゃ美味しい。うん、美味しい。スープめっちゃ美味しい。うわ、そしてこの麺ですね。麺もこれ平打ち麺なのかな。いただきます。うん、米とうどんとはちゃうね。これそうめんやけど若干平打ち、手打ち麺やね。入り口でこねてはったから。いや、めっちゃ美味しいやん。
将のこの愛情がたっぷり入ってる。めっちゃ美味しい。どれぐらい美味しい？そうめんより美味しい。あ、お家で作るやつより違う。このお店より。あ、うどん、ここのうどん美味しいんや。はい、この手前側がね、わさび入りですね。ということで、私わさび入れ食べますよ。これめっちゃ美味しそうだね。はい、いただきます。はい、うわぁ、いただきます。ございます。うわ、すごいやん。これめっちゃ、ボリュームがあって、わさび抜き、うん、わさび抜きしてもらって嬉しいね。うん、握りセットをね、頼んだんでね、食べます。見てください、このエビがもうプリプリですよ。じゃあいただきます。うわ、めちゃくちゃ美味しそう。エビちゃんが早く口に入りたいって言ってる。いただきます。いや、めちゃくちゃうまい。え、どうした？七味と一味があるんですけど、うん、一味の方入れます。ちょっと辛いの好きなんで多め入れます。はい、それいただきます。ごちそうさまでした。ということで、皆様いかがでしたでしょうか。本日はインスタアンケートで人気のあったトモリの手打ちうどん浜崎さんに行ってきました。姫路市民の 90% の方がおすすめといううどん屋さんだけあって、まあ久しぶりに行きましたけど、めちゃくちゃ美味しかったです。お昼のね、定食なんかお得なセットもあるので、お近くの方行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、たまにねインスタグラムでアンケートなんかもしますので、グルメぶどうちゃん、そして姫路の種インスタグラムのフォロー、謎を解決してほしい、ここめちゃくちゃ美味しいから行ってほしいというお店などあれば、ぶどうチャンネルのコメント欄に書いてください。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ごじゃんな。漫画もたくさん置いてあります。あー、見てこの看板とか、お土産に手打ちうどん、寿司、浜崎通り店。おお、魚いてるの、これ。おお、ほんま、おお、鯉がある。